おはようございます。ティーラット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いや、仕事がね、1週間ずーっとやってました。気づけばですね、1週間ずーっとぶつ受けで仕事でした。だから日勤夜勤明けで、最後にその夜勤明けの後にボランティアでね、入居者のための忘年会でダンスを伝えすることになるんです。その翌日です。体が痛いっす。年年みたいなことになってるよ。なんかそれだけ聞くとすげえ年の人の声で聞こえるんだけどいや、マジで曜日感覚なくなるよね、一週間仕事。普通の社会人っていうのは大体ね、5日働いて土日っていうルーティーンが決まってんじゃん。こっちは不定期の休みだったりするし、で、じゃあ一週間するとマジで曜日感覚なくなりますね。はい。皆さん、就職すんならね、完全週休2日ですよ。完全ですよ。今回使っていきますのはね、以前手に入れた伝説の魔物使いです。いや、1回目のプレイの時にあんま使わなかったね、そういや。はい、というわけでね、森ミッションクリアしたその先にね、ついに手に入れた伝説の魔物使い、使っていこうと思います。まあこれね、マジで強いよ。はい、というわけでこのね、モンスターマスターなんですけど、自分のモンスターマスター、魔物使いのレベルに左右されるっていうのが面白い点なんですよ。魔物使いのレベルがたとえ1だったとしても、この伝説の魔物使いがもともとレベルが75って設定なんで、HP は2700ぐらいなんですよ。はい。で、ですがね、仮に自分のマスターがレベル99だと、さらに強くなって2917っていう超耐久に変化します。これさ、普通のパーティーでも、まあ大体ね、2600ぐらいが、まあボーダーなんですよ。まあビクトリーちょっと麻痺した感じありますけど、大体普通のパーティーって2600くらいが、HP のボーダーなんですけど、その中に2900っていうのはかなり高い数値で、戦士はバトルマスターでようやくなんかそんぐらいかな、みたいな。そんなから、だからね、普通にね、耐久面あります。で、そしてね、火力面に関しては、まあ、こんな感じ、まあ、これはね、相手が悪い。まあ、なんだかんだと言ってね、まあ、使いやすいみたいですよ。スライムナイトとキラパー、例えばね、まあ、モンバトで使った人も多いんではないでしょうか。ね。かなり優秀なモンスターとはなってますんで、まあ別に弱いわけではないんですよ。耐久はね、まあね、まあ強引に HP があるんで、それで耐えてる感じありますね。まあこれ魔物なしでもいいな。どうせパーフェクトとかしてくんだったら。あんまりパー、ああ、大丈夫だ。さあ行きましょう。PL ジャンプ切り。よいしょー！オッケー。素晴らしい。そうそう、これこれ。やっぱ回心率の高い2体っていうのもでかいな。おー回心率が高い2体なんで、こいつらも。ね。スライムナイトは素早さから回心が出しやすかったり、ジャンプ気に麻痺やったり。で、キラパズも尻尾抜けばかなりね、強さですね。そうで、属性攻撃もなかなかね、いい感じに揃ってますんでね。攻防ともにね、揃ってると思う。一押し避けるね。攻防ともにかなりね、優れてんじゃないかな。まあ、難点っていう難点とすれば呪文攻撃がなかったり、そう、主人公がさ、呪文攻撃ないんすよ。でもさ、意外じゃないですか。あ、でもこれね、飛龍斬りに関してはね、主人公が打撃耐性持ちです、なんと。そう、打撃耐性持ってるんですよね、主人公って。この主人公、まさかの。この見た目でですよ。やっぱね、歴戦の戦士あれ歴戦の戦士、やっぱ打撃耐性を有するってことですよね。はい。打撃耐性持ってますんでね。うん、またパーフェクトガーさんのかな。まあでも、どうであれいけるでしょ。さすがにいけるべ。うん。できれば主人公ね、ここでバギマとか使えてたらめっちゃ強かったと思う、正直。魔物ならしって技、あんま強い技じゃないからな。ここで真空は、よいしょいいねー。まあ、コーラチーム、まあ確かに強いんですけど、入手方法の問題なのか、はたまたパッとしなかったのか、大会で使うのはあんまり見たことないっす。強いんだけどね。うん、強いんだよ。モンスターマスターやってなくてもさ、そこそこの HP 持ってるし、バランスは取れてるしね。でもね、どっかの勇者みたいに、そんなに見るモンス、チームじゃなかった。モンスターってイカちゃん。まあ、今このゲームはモンスターか。でも、ドラゴンの息はさっきからこうやってやってますけど、威力が高い。ほら威力高いんで、これクソ強いんだよね、やっぱ。そう、攻防ともにいい感じなんだけどね、もうギガデインでゲームじゃねえかよ。ギガデインでゲームなってんじゃねえかよ、なんだったらもう。ん？なんだか嫌な予感がしますね。はい、よっ、オッケー。バッドプレスなんだな、どう見ても。
どう見てもバッドブレスを狙いたくて仕方なかったタイプ。スイートブレスになろうとしたらメタさあスイートブレスしようなと思っとったらさ、一つ目ピエロがメタパリになっちゃったやつやん。一つ目ピエロがもうなんかね、お前だけメタパリなんだもん。おめえ運悪いな。あわれよの。はい、ギガスラッシュ、せーの、おしまい。 HP1400 ってそんなもんだよ。HP のボーダーが全然超えてないんだもん。あ、魔王戦だ、続くぜこの動画。いやいや、今もうこれで終えてたらどうしようかと思うわ。むしろいやいや、これで動画終えてたらどうするつもりだ。まあ考えてたけどね。うわ、杖捨てそう。お互い杖持ってる者同士仲良くしようぜ。ねえ、お前も杖持ってんのが。さあ、ハーゴンということで指導なのかどうかっていう話にはなりますが、いやー、お互い杖持ってる仲しかせ、こっちドラゴン杖、お前何その杖捨てそう。多分ハーゴンこのさ、ドラゴンの杖さ、欲しそうな目してるわ。さあ、とりあえずね、打点に関してはまあ問題ないと思うんですけど、これね、さっき言った通り、ちょっと言うとね、火力シーズ高いんだけど、おいえ、まとまった火力にす、なんか、まとまった火力にはかけるんだよね。例えばなんか言うかな、パワータイプってわけじゃないんだよね。スライムナイトやキラーパーサーって。回心は出せるけど、そのパワータイプじゃないんですよ。なんで、例えば、おいえやるじゃん。まずここでとどめ突き打って、その後に光玉とか使いましょう。次の魔王戦に備えようか。さあ、とりあえずね、神の一括値を落としまして、はい。で、次、光玉します。これね、魔力的にきついなぁ。これ、あやくしできるように当たりどころでは結構ひどいことになるけど。あ、いやいや、OK、OK、OK、光玉します。光玉しとこう。でだ。次の魔王戦の時のつばぜり合いのタイミングが非常にめんどくさいな、これ。そうだよな、ね。仮にですよ。S タークやダークドームになった場合はちょっと変わってくるんですけど、指導の場合、この今のハーコン、つばぜり合いしてない状態で、左上結構溜まってる状態じゃないですか。これがね、引き継がれて始まるんですよ、ある程度。なんで、つばぜり合いのタイミングをかなり早めないと、開幕とどめの一撃で死んじゃうとか、ありえ、おいえ、おいえ。ピエールちゃん今日上々じゃないの、ちょっと。ピエールちゃんちょっと、調子いいじゃないの。頼むよ、それさ、なんかいつもなんか尻つぼみなんかね。いつも俺ら尻つぼみなんだからさ、あれ頼むよ。お前その調子いけよ。お、ちゃんと指導できたか。ちゃんと指導できたのか。さあ、今のところね、ゲレゲレちゃんもね、ピエールちゃんもかなり調子がいい感じで立ち回っております。このままいけるか。赤目やないか。赤目やないか。赤目やないか、お前。やばいの来たやんか。これね。もう、これ、一旦目つばぜり合いルートもあるな、なんだったら。俺、一旦目つばぜり合いでもいいかもしんない。そうだね、一旦目つばぜり合いでいきます、開幕。一旦目がドルモアとか破壊の宴っていうとんでもない行動を使用してくるんで、一旦目がね、普通のね、魔王戦じゃあんまりできないんだけど、一旦目つばぜりできるのはね、でかい。勝てればかなりでかいよ。負けたらやばいな。やっぱり。よっしゃ、いいね、いいね、いきます。これ勝つとね、だいぶでかいよ。行くぞ、行くぜ、熱血魔王使い。うおー、マンマスの、マンマス筆頭の、マンマス筆頭のその男頑張れ。よっしゃ、これでかい、マジででかいぞ。一ターン目にこれできるってことは、宴とかドルモアは食らいたくないもんな、お前らは特に。オッケー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 、マジででかいよ。で、こいつが、いや、こいつはダメだ。神の声。さあ、とりあえず、ここでね、だいぶでかいんぞ、戦況が。守りにね、これで守りに、守りまたはね、ギガデインとか、スペシャルカードのね、かなり選択出てきたんで、できれば、まあ、2ターン目は叫びか凍結カード、つまり攻撃しません、こいつ。おそらくですよ。おそらくこいつね、2ターン目攻撃しないはずなんですよ。でかいなぁ。勇気は貯めずに。叫び凍結カード、まあ、叫びであんま止まらないっていうのは、一番、また、凍結カードも OK なんだけど。さあ、ここどうする？はい、ラッキー！これラッキー！めちゃくちゃラッキーっすね。OK、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 OK。1ターン目に食らうのが一番まずいからな。おー、いいね。1ターン目にできんのマジででかいな。稲妻の剣っていう選択もできた。できれば、で、問題は3ターン目から、邪神の怒り ?2 回攻撃してくるやつですね。赤目指導の2回攻撃。おー、いいね、ピエールちゃん！
この2回攻撃してくる邪神の怒りが飛んでくることになるんですよ。ということで、あの4ターン目までには仕留めたい。4ターン目までにはもうダメージ出しておかないと、ちょっと5ターン目はイテスカードも使ったりするんで、4ターン目まで仕留めたい。さあ、ここ大事。怒りだね。これがきついんだよね。3、4に使ってくるからね。なんだったらお前。さあ、暗い大事。うん、551! 意外と弱い。あれ意外と、ちょっと麻痺してんな。ちょっと待って、551で弱いって言ってるのはかなり麻痺してるのでは。これはね、あ、でも待って、マリコ追いつかれるか。ここで仕留めよう。稲妻の剣。このターンに仕留めないと、てか、これ大丈夫？スマスレ、向こう勇気たまんね？向こう勇気たまるね、おい。このままじゃ。これやった！あ、やったやった、こいつやっちゃった。出た出た、俺解説しなかったのに、もう。何をしとるか。頼むわ。お前で頑張ってよ。オッケー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 、頼む、ギリ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 やってないとダメだぞ、てか。お前ここ。まあまあ、これは食らうとして、食らうは大丈夫。これマジ、向こう溜まるんじゃね？あ、向こう溜まってくる！え、待って。これ、ゲレゲレ当たんないとまず勝てないぞ。頼むぞ、ゲレゲレ、おい。大丈夫？ゲレゲレ大丈夫？オッケー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 、これ、まさかのとどめの時期つばせないかよ。え、一旦目つばせない勝ったからね、負けないと思ったけど、怒りが飛んできたと思うんな。そうだよな、早かったわ。邪神の怒りしとったから勇気たまそくで早いんだ向こうの。さあ2回目のつまずれです。これは連打勝負、もう完全なる連打勝負ですね。やだ、震える。会いたくて震えるわ。会いたくて震えてどうすんだよ。いきます。うわー怖いよー。あー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 じゃねえよ。あ、曲変わった、ほら。とどめの銃撃のデモからさ、急になんか敵のモーション、敵のように変わった。なにこれ。もう、最近これだけ多いんだけど。なんでよ。勝負あり。誰もおらんやん。あれ？誰もいなかった。そこには誰もいなかった。つまりみんなは見てなかった。いいね。レジェンドヒーロー対決といえばね、そうこれですよ。いやいや、ちょっと違う気がする。なんかさ、生放送のサムネもあったんですけど、何ですかねこの対決、このサムネ。というわけでね、ライアンとね、あの連接のマスカイ、果たして強いのはどちらかという戦いを今からしたいと思います。個人的にはライアンの方が強いんだと思う。個人的にはね、ライアンの方が強いんじゃないかなって思ってるんですけど。ねえ。お互い、あの、共通点としては、レジェンドチームの中で、3体構成ってことですね。はい。3体構成なんで、あの、賢者とね、伝説の勇者はね、お互い、まあ、トルネコ中いたんじがいるんですけど、あれはなかったことします。はい。さあ、ライア、目が鋭いんでね。おいよ、目、ライダー強いんちゃうか。腕組んどんもんな。ね、なんかね、えよっ、どうお、本当に強いんじゃねえか。ねえ、伝説の魔法使いって考えてくださいよ。なんか掲げて、うわっ！本人回率いくつ？あれ？ホイミン回率 5% とかじゃなかったっけ？やべえ、ホイミンがめちゃくちゃ張り切ってる。やべえぞ、ホイミン。やっぱ腕組んどん、ま、今ノーダメージやで、まだ。もう全部避けちゃうよ。なんかさ、こいつさ、なんか掲げとんもん。なんかさ、自分の弱さをさ、なんか水戸黄門じゃねえんだからさ。水戸黄門じゃないんだからさ、掲げる必要なんてないんすよね。よくよく考えたら。なんか掲げとん。ライアン考えてみ？腕組んでんねんで。
何の話やねん。でも HP がだいぶ埋まりました。まあ確かに、でもこれ打撃がね、打撃小弱点でこんな食らうのか。打撃小弱点やばすぎ。うわっ、で、うわってやばいって君たち。君たちやばいでしょ。おっと、まさか打撃対戦に、打撃、おお返す。ここで上2以上返していく。会心の応酬、いい戦いじゃん。さあこれでいいね、いい勝負になってますよ。だいぶいい勝負だね。ドラゴンの駅きつえ。無耐性だとさ平気でこんなに持ってくもんな。マジでクソ強えな。さあ熟練の技をよいしょ。いやーでもまだ一旦で倒しきれないよ多分。さあお互い HP がね、いい勝負になってる。あさあいい勝負になってきましたよ。いやいい勝負じゃないの。これはね、素早さ勝負になるかも。4ターン目の素早さ勝負になるか、このターンに仕留めるかもしんないね。おっと、まだわからない。ホイミン、避けるね。さあ、ジャンプ切り。うわぁ、やばいやばい。やばい。でも、いい勝負してる思いのほか。おっと、また来た。打撃対戦あるよ、そいつ。そうなんだよ。打撃対戦あるから、こうなっちゃうんだよね。ダメージが伸びないね。さあ、これででも、次の、いや、これまで、勝てねえか。これ、勝てねえか。これはか、あ、差がついたな。いやまだわかんないよ。こっからね、ライアンが逆転する可能性大いにあります。腕組んでるんで逆転できます。待って、ライアン腕組んでんもん。こっからライアンがね返しますんで大丈夫です。みんなライアンファン、いやライアンファン見とけ、ライアンファン見とけ、いけるから。あっ、いや、キッツキツキツでございます。キツキツでございます。さあこのターンに仕留めれるか。さあ、ピエールから、ジャンプ切り、せーの、どうだ。さあ、ここで決まっちゃうの。あ、ライアン腕、ゴールしよう。イェーイ、ライアン腕く、あ、ホイミン避け、ジョニー避け、ライアン避けで、避けろ。今回はお前の勝ちや。